カリフォルニア在住の映画評論家町山智博さんに海外の映画やカルチャーを語っていただくアメリカ流れ物のコーナーです。町山さん。はい、どうも町山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週はアリアスター監督の最新作ボーは恐れているをご紹介いただきました、はいはい、ボーという、中年男性が、実家に帰る道すがらに起こる本当にもう災難という言葉では収まりきらないような、災難の数々、私は映画館で見てきまして。あ、どうでした ?3 時間の。いやーもう、いい意味で、本当に辛い3時間でした。最高でしたね。最高なの?いやもう最悪すぎて最高というか、もう、個人的にはそのホラーかなと思って行ったんですけど、はい、本当にはい、コメディで笑えるところがたくさんありましたし、町山さんのその解説があってすごくこう見やすくなったというか、自分の中で中でこう物語の筋をこう通しながら見られたので、あ、なんかこうこういう話かと思ったんですけど、なんかこう、まあなんですかね、この最後まで行ってみると、冒頭からこのシーンからこの人物の手のひらの中で私たちずっと踊ってたんだなというか、そうですね、なんか初めてのお使いみたいな感じだなというような、あとそうですね、ああ、まあそうですね、初めてのお使いって、あのスタッフがカメラをね、バッグに入れて、バッグに入れて、でそうなんですよ ね、子供たち追っかけてますからね、はい、なるほどね。そういうところとか、あとお風呂のシーンがあったじゃないですか、はい、なんかこう上から雫が垂れてきて、あれ、結露かなと思うと、とんでもないものがこう、とんでもないことになるっていうシーンがあって、あそこがすごく私は好きです。あ、本当に、はい、あのね、彼主人公のボー君ね、ぼーっとしてるボー君が、お母さんが死んだって教えられて、すぐにお風呂入っちゃうでしょ、そうですね、あれはやっちゃいけないことなんです、ああ、それもユダヤ戒律的には、そうなんです、1週間入っちゃいけないんですよ確か。あ、そうなんですか。肉親が亡くなった後お風呂に入るのは、余裕あるじゃねえかこの野郎っていうふうに見なされるらしいんですよ、ああ、なるほど、いろんなこうルールがある中で、その僕があれやっちゃったから、こういう目に遭うんじゃないかっていうのは先週ね、解説もしていただきましたけど、まあまあ序盤でがっつりやらかしてるんですね。やらかしてるんですよ。あれ、助けてくれるいい、なんていうか、夫婦がいるじゃないですか。はい。あの夫婦がご飯食べるとき、神様にお祈りしましょうってやるじゃないですか。そうですね。あれ、キリスト教のお祈りだから、彼はやっちゃいけないんですよ、ユダヤ人。うわー、いろんなとこにこう、ねポイントポイントで、うもうトラップトラップトラップ全部回収する話だったんですね。あとほら、あの道端で人に刺されるじゃないですか、はい、通り魔みたいな、そうなの、本当にね、不条理な刺され方なんですよ。でもあれ、刺されるとこ両手のひらと、はいはいはい、脇腹なんですよ。あ、そうですね、あれはキリストが貼り付けになった時に刺された場所ですね、わー、なんかいろんなこと考えながら見るとね。でしょ。で、あの、お母さんのために買う、偶像崇拝しちゃいけないのに、お母さんのために聖母像を買うじゃないですか。そう、買ってましたね。彼はキリストになったわけだから、お母さんはマリア様なんですよ。はぁかわいそうだよ、かわいそうだよそう。だから、もうすごい最悪のキリストの話なんですよ、坊は。そうなんだ。恐れているって。でも。でね、はい、うん、はい、なんかお父さんがまたほら、はい、ただのパネとして出てくるでしょ。あ、そうですね。待ってもらっていいですか、私ちょっと怖すぎて今週末見るつもりなんですあのお友達とね、友達と一緒に見に行くっていう、ちょっと一人じゃ見れなくて、はい、怖さがちょっと買ってしまって。じゃあ、あんまりネタバレなんないように話すと、あのユダヤ系の人たちって母系社会なんですよ。あ、母が強いってことですか、っていうかね、あの要するに父親からそのなんていうか系図を作っていくじゃないですか、日本人とか韓国人とかって、はいはい、ユダヤ人は違って母親でつないでいくんですよ。へえ、そうなんですか。だからお母さんがユダヤ系だと生まれた子はユダヤ人なんですよ。で、お父さんがユダヤ人でもお母さんがユダヤ人じゃないと、ユダヤ人としてのその、あのしきたりに従わなければユダヤ系とは見なされないんです。へえ、だから母親が一番重要で、父親は種に過ぎないみたいな考え方があって、は
だからキリストももともとユダヤ人ですから、マリア様が大事で、あの旦那のジョセフはあんまりどうでもいいみたいな話でしょ。そうですね、神様がお父さんでみたいな、ね、そこがすごく重要になってて、うん、あのまあ、これ以上言うとあれなんですけどちょっと楽しみに。いやでもとんでもない、まあ、しておきます、ね、ね、ユダヤ系の人のお母さんのね、息子に対するね異常な愛情というのは、うん、本当に大きい問題になってて、なんかみんな大変みたいですよ。そうなんです、友達とか見てると、ね、でかみちゃんは、そうなんです、私はですね、某は恐れているはちょっと週末の楽しみに置いてまして、カラーパープルを、はい、今朝、あの、はいはい、今朝、はい、東京のですね坂本龍一さんが音響を監修しためちゃめちゃいい音でちょっとやっぱ見ようと思って行ってきたんですけど、めっちゃ良かったですね、はい、あんなに壮絶な悲しくて苦難で、それこそ理不尽な差別、生まれ持った属性だけでっていう物語をここまで明るくミュージカルで描ききるってとんでもないなって思いましたね。なんかだからこそちょっと私勉強不足でどこから文化盗用なんだろうとかよく考えるんですけど、なんかブラックミュージックの生まれた瞬間っていうものをなんか考えながら楽しまなきゃいけないというか、そういうのはすごく思いましたね。なんか著名なアーティストさんもこれちょっと文化盗用なんじゃないかなって思う場面とかが私はあるのでそういうのとかすごく考えながら見ちゃいました。うん、でも見やすいです、とにかく、あ、楽しいんですよね。楽しい。僕がすごく良かったのは、うん、あの酒場を作るでしょ彼らが、はい、あれをジュークジョイントって呼んでるんですよ。ほうほうほう。ジュークっていうのは、うん、あの黒人のアフリカの言葉で、うん、ジャークって意味なんですよ。へえ、ジュークボックスとかよく聞くけど、あそこから来たんです。語源が、へえ、語源があるんです。でその教会で聖なる音楽を聞くんだけど、うん、夜はジュークジョイントでブルースとか、うん、そのなんか楽しい音楽を聴くというね、あの、まあ、はっきり言うと、まあ、セックス的な音楽を聴くっていうのが、うんうん、そのアフリカ系の人の、まあ、二重構造になってて裏表になってるんですよ、うん、でその2つがあの教会でのゴスペルのシーンもありましたね、はい、でその夜のブルースがそれが合体したのはロックンロールなんです。はー、なるほど。エルビス・プレスリーは両方行ってたんです。昼は教会に行き、日曜日は、うん、で聖なる音楽を聴き、夜はジュークジョイントで、まあ、みだらなブルースとかを聴いてて、はいはい、それが2つは合体してプレスリーのロックンロールを作っていくんですよ。なるほど。なんかすごくね、カラーパープルって映画はその、まあ、いわゆるポップミュージックってものは生まれるのはどうして生まれたかっていうのを、まあ、2時間くらいでさらっと見せてしまうところがすごいなと、うんうん、ね、思いますね、はいはい、ちょっとだけ気になったのがそのシュグっていう、ね、歌手そしかつちょっと魔性の女性的な方が抜群に歌も上手くて美人で、はい、まあ、それに対して主人公はお前はブサイクで歌も上手くないんだみたいな言われ方をするんですけど、はい、当たり前にミュージカル映画だからみんなが抜群に歌が上手くて、うん、シュグが抜群に歌が上手いっていうのが歌手だったちょっとそのね、かすめちゃうというかね、うんうんうん、気はしたけど、はい、でもやっぱめちゃめちゃ見てて楽しくて、はい、あっという間の2時間20分でした、はいはい、ね、で最後がまた泣けるんですよね。そう、泣けました。そう、あの悪いあの夫もね、そうなんですよ、すごく救いのある物語だったんで、うん、なんなら某は恐れているとの後に見たらなんかちょうどいいかもしれない。なるほどね、解毒剤ですね。某の後は本当に嫌な気持ちになるのでちょっと某は恐れているカラーパープル、はい、両方とも映画館で公開中なので、はい、2本立てで見ね、見てもいいかもしれない。いいかもしれませんね。そうですね、はい、そして町山さん、はい、今日ははい、今日ご紹介する映画は落下の解剖学という映画です、うん、はい、はい、今流れてるスティールドラムの曲がね、はい、この落下の解剖学という映画の頭のところで大音響でかかるんですよ、でね、すごくしつこくてしかも音がすごくて会話が聞こえないのでものすごくね頭に残っちゃうんですけど、うん、はい、これもねこの映画の一つの謎解きのヒントになってるんですよ、はい、これ落下の解剖学というのはある男性が、彼の家の3階から落下して死亡するんですね、うん、その時に
妻がもしかしたら突き落として殺したのかもしれないと、うん、いうことで裁判にかけられるという法廷ミステリーです、うん、はい。で、これがですね今のアカデミー賞で、作品賞、監督賞、脚本賞、主演女優賞、編集賞の、5部門にノミネートされてます。わー、すごいですね。はい。でおそらく脚本賞は取ると思います。おー、はい、はい。でまあ、カンヌ映画祭の方でもパルムドールという、まあ、グランプリにあたる賞を取ってます。はい。でアメリカでも大ヒット中と、うんうん、いうことなんですが、はいはい、これ、まああのまあ、フランスのアルプス地方、フレンチアルプスのところに、まあ、3階建てのシャーレがあって、そこに2人の、まあまあ、作家が住んでて、それが夫婦なんですね。で夫も作家で奥さんも作家なんですけれども、そのうち夫の方は、まあ、なんというかあんまり売れてなくて、うん、はい、で奥さんの方はベストセラー作家になってます。お、はい。でそれは後から分かるんですけど、うん、この映画裁判の最初の段階ではこの2人の情報がほとんどないんですよ、うん、で観客はまさにその裁判員とか陪審員になったみたいな形で、はい、この、まあ、2人の夫婦の関係を少しずつ、知らされていって、うん、一体この事件の真相は何なのか、うん、夫は事故で飛び降り、事故で落っこって死んだのか、うん、ね、自殺して飛び降りたのか、うん、その奥さんに突き落とされて殺されたのか、うんうん、一体真相はどこだってことを、まあ、観客は自分で考えなければならないという映画です、ね、なんか、はい、観客がその、まあ、ある意味物語の中に参加させられるような作りになってるんですね、うんうん、そうなんです。だからまあ、法廷で次々といろんな証拠とか証言が出てきて初めて観客はそのことを知ると、うんうんうん、でその度にこの奥さん本当に殺人したのか、うん、違うのか等々が揺らいでいくんですよ観客の中で。はい。で一つ大きいポイントはその現場に11歳の息子さんがいたんですね、この夫婦の、うん、はい。で彼はそのお父さんが落ちたところにいたんですけれども、はい、目撃者なわけですけど、視覚に障害があってほとんど見えてなかったんです。なるほど。そっか、うん、だからどういう経緯で落ちたのかは分からないのか、分からないんですよ。というでだんだんこの要するに奥さんに殺す動機があったのかということで、うん、夫婦関係はどうだったかが少しずつ、まあ、いろんな証言とかで明らかになってくるんですね。はい、はい。でこの奥さんを演じる俳優さんが今すごいその、まあ、アカデミー賞で注目されてて、主演女優賞候補になってるんですけど、うん、ザンドラ・ヒューラーという女優さんで、うん、この人は日本でもねそこそこヒットした映画でありがとうドニー・エルドマンというドイツ映画でも主演をしていた人です。はい、はいはい。で今回はアカデミー賞では作品賞にノミネートされているもう一本のドイツ映画でですね、関心領域という映画で、これはアウシュビッツの、収容所で虐殺をやっていた将校の奥さんの役を彼が演じてて、うん、でもうすごい今注目されている女優さんですね。はい、うん、はい。この人ちなみにめちゃくちゃ歌もうまいんですけど、へー、ありがとうドニー・エルドマンでは、はい、あのホイットニー・ヒューストンの歌をですね、はい、フルコーラス歌うというとんでもないシーンがありますよ。へー、はい。でまあ、この映画のもう一つのポイントはこの奥さんはドイツ人で、うん、旦那さんがフランス人で、で互いの母国語をよく知らないので、うん、夫婦では英語で話してます。で息子には英語で話しかけてて息子は英語を喋るというね、はい。それで息子はちょっとまあ障害があるんで学校にあんまり行ってなくて、まあ地元のフランス語もあんまりうまくないと、うん、すごい国際的な、まあ、映画になってるんですね。はい、はい。でまあ、こういう人が実はアメリカすごく多くて、だからタイの人と、だからドイツの人が結婚してて、子供は英語で教育してて夫婦も英語で喋ってるとか、そういう夫婦がいっぱい近所にいるんで、うんうんうん、アメリカでヒットしたのは結構そこの部分もねあるかなと思うんですけど、うん、はい、はい。でこの映画ね、まあ、どういうことが分かっていくかというと、うん、まずこの奥さんベストセラー作家なんですけれども、はい、最初は旦那さんの方が大学教授か何かで、うん、奥さんはその教え子みたいな立場で、うん、まあ、上下関係があったんですね。はいはい。ところが
旦那さんは学校を辞めなきゃなんなくなって、どうしてかというと、まあ、旦那この映画全てがネタバレになるんで難しいですよ、あらららら、はい、子供が、息子さんが目が見えなくなったのは事故なんですけど、その責任は旦那さんにあるということで、旦那さんは仕事を辞めて息子の世話をするようになるんですよ。でその間小説が書けなくなるんですけど、でその間に奥さんは、自分たちの生活をそのまま小説にしたり、旦那のアイデアとかを小説にしてどんどん売れてっちゃうんですよ。あ、それってって感じですもんね。ありそうな話ですね。そう、ありそうっていうか、俺の友達に人がいっぱい同業夫婦がいっぱいいるのでね、漫画家さんとかさ、小説家とかタレントとかさ、脚本家とかいっぱいいるんで、同業夫婦が、同業夫婦やべえっていう問題で、あとなんかお子さんが大きくなってからあれやだったとかちょっと見たりしますもん ね、作家の方の家庭があるとね。でまたさ、そうなんていうか、物書きで自分の実生活を切り売りしてる人がいっぱいいるでしょ。ああ、ちょっと耳が痛いでしょ。今だからすぐ喋っちゃう、喋っちゃう、私もすぐ喋っちゃう。手紙さんが言った、その大きくなったら嫌になるって、その話でしょ。はい、そうですそうです。あ、ね、で日本でも問題になってますけど、なってますね、一部の人が、はい、そういう問題でもあるんですよ。はい、でいろんな問題がここに含まれてて、でこの監督は、ね、ジュスティーヌ・トリエという、まあ、女性なんですけれども、はい、この映画の脚本、落下の解剖学の脚本は、その旦那さんが同業で映画監督で脚本家なんですよ。あら、まさにアルチューノ・アラリという人で、この人とこの旦那とその2人で、あと子供たちと、コロナでアパートに閉じ込められたんですよ。はい、でだんだんなんか夫婦なんか険悪になるじゃないですか。はいはいはい、なる人もいますね。あれありますよね。はい、でその中でじゃあこれをネタにしたらいいってことで書いたのがこの脚本なんですよ。うわ、逆転。でも それを書いちゃおうの中で、それを書くことでなんかトラブルになるみたいな部分も書いてんの偉いですね。すごいなと思いますよ。全部書くんだっていう、ね、そうだから半分リアルなんですよね。はい、でね、これがまた面白いのはね、この2人とも変な映画ばっかり撮ってる監督なんですよ、この夫婦が。このアルチューナ・アラリというね、旦那さんの方はね、この前に撮った映画がですね、オノダという映画で、オノダこれはフィリピンのルバング島で、戦争が終わった後も30年間兵隊としてですね、地元の人を殺したりしてた日本兵のオノダ・ヒロオさんの話なんですよ。ああ、有名な人ですよね。うん、そうなんですよ。うん、そんなすごい映画を撮ってる人で、旦那の方は、はいはいはい、でこの奥さんのジュスティーヌ・トリエさんという人が、まあ、最初に非常に注目された監督デビュー作がありまして、2012年か、2014年のですが、うん、ソルフェリーノの戦いという映画でこの人は注目されたんですが、その映画がですね、主人公の、まあ、お母さん、主人公がですね、はい、女性のテレビレポーターでインタビューしたりする人ですね、テレビのためにニュースでね、はい、でところが、まあ、離婚の危機というか完全に別居してまして、で子供2人、ちっちゃい子供2人いるんですけども、はい、その夫がその子供を親権を要求してて揉めてるんですよ、ね、で、夫がいつ娘たちをさらうかわからないから、娘たちと目を離せないんですね、ところが大統領選挙になっちゃうんですね、フランスの。忙しい。でレポーターとして行かなきゃならないんで、はい、でも夫は DV があるみたいなんですよ。で娘をさらわれるってことはしょうがないから、娘連れて取材に出ちゃうんですよ、はいはい、でところがその取材っていうのは実際に2012年の大統領選挙そのもので撮影してるんですよ。すごい。すごいんですよ。でもうごった返してる、そのまあ大統領はその頃サルコジ大統領っていう、まあ、トランプさんみたいな人なんですね、はい、右翼の、ね、それとそれに対して社会党の、オランド候補が、立ち向かった選挙だったんですけど、それぞれの、まあ、応援事務所というか、まあ、選挙事務所の方に取材に行くんですね、はい、それは本当にそうなんです。へえ。ここに子供連れて行くんですよ。
でカメラ回してるんですよ。すごい撮り方ですね。すごい撮り方で、そこに娘を取り返そうとする夫も入ってくるんですよ。へえ、じゃあ本当の、政治家というかその、はい、選挙事務所にいる人が映画に巻き込まれるって形なんですか。出てる人、この人たち以外はほとんど全部本人です。へー。でレポート、テレビのレポートだと思ってインタビューとか答えて。あ、そうですよね。いいんだそれって、ね、へー、思います。面白い映画。それは一体何をやろうとしてるかっていうと、はい、その DV 夫をその当時の非常にまあ何というかな、まあまあ、右翼的な、まあ、政策を進めていたサルコジ大統領に重ねてるんですよ。でその社会党の大統領候補との戦いをこの夫婦の戦いと重ねて描いてるんですよ。へえ、面白そう、ね、すごい変なことをやる人で、うん、はい、まあ、この人はその後の映画もですね、例えば今回の映画につながってくる部分なんかだと愛欲のセラピーっていうコメディを作ってまして、コメディ、これはね、カウンセラーがカウンセラーとして聞いた話をどんどん小説に書いちゃうっていう感じなんです。うわ、最悪の話ですね。それだけはしないってね、約束じゃんかみたいな。ね、でその次に撮った映画なんかではビクトリアって映画なんですけど、それは殺人事件の、まあ、法廷もので、はい、それが唯一の目撃者が犬っていう話なんですよ。犬映画、そうだ、ずっと変な映画ばっかり撮ってる人で、ただ今までほとんどコメディっぽかったんですけど、はい、今回はシリアスにやってるんですね、うん、はい、で非常に評価されてて、まあ、犬の話だとね、この映画の中でその息子さんが持ってる犬がですね、はい、映画の中で一回毒を盛られて死にそうになるってシーンがあるんですよ。やめてよ。でこれどうやって撮影してんの、本当に犬になんか薬かなんか与えて撮ってんのと思ったら、はい、完全な演技だそうです、演技派の犬ってことですね。演技派ワンちゃん、演技派の犬、ね、だから彼にアカデミー賞あげた方がいいんじゃないですか。彼かどこか、ね、彼女か分かんないけど、ね、このメインビジュアルにもね、このさらっと映ってるワンちゃんですよね。ウォーターコリー犬ですね、うん、はい、このワンちゃんが苦しむシーンで結構みんなわひどいと思うかもしれませんけど、うんね、演技ですから、あー、すげー、はい、安心してください。見られる、履いてますからみたいな世界で、はい、大丈夫ですよっていう ね、はい、うん、それ結構大事ですね。一番この落下の解剖学で一番ポイントなのは、はい、結局本当の事実は誰にもわからないわけですよ。ほで裁判ってそうでしょう、誰かが犯人だって決めなきゃなんないけれども、うん、はい、実際に事実を知ってる人は誰もいないんですよ。うん、ね、でそれを決めなきゃなんないんですよ。それを観客が、まあ、やらされるわけですね、決めるってこと、はい、うん、はい、でも本当にこの場合にその、まあ、お父さんを選ぶかお母さんを選ぶかっていうことに立たされてるのは、選択に立たされてるのは息子ですよね。うん、でこの お母さん本当に悪いお母さんなのか、お父さんが悪かったのか、うん、それを子供が選ばされるわけですよ本当、うん、はい、この映画の中では、うん、これは殺人事件の話にしてるけど、実際は親権争いの話ですよ一種の。なるほど。で今問題になってるその今自民党政府が共同親権を認めて、離婚した後も夫がその、まあ、子供に会えるようにしようっていうふうなことで法案を進めようとしてますけども、はい、一体それで守ろうとしてるのは夫の権利ですけど、本当に守られなきゃいけない権利は一体何でしょう、うん、子供の権利ですよね。子供の権利なんですよ、うん、そのこと忘れてねえのっていうことですよね。うーん、でそういうことまで問いかけてる、まあ、非常にいっぱいいっぱいいろんな細かい要素が、現実につながってくる、ね、映画でよくできたシナリオで、これは脚本賞取るかなと思ってますね、はい、これは落下の解剖学です、はい、はい、そうそう、見に行きましょう、うん、ということで、はい、今日は今週23日金曜日から公開になる落下の解剖学をご紹介いただきました。町山さん、ありがとうございました。はい、どうもでした。以上、アメリカ流れ物でした。